2球目打ちました。1塁線落ちてフェア、2塁へ送球する。バッターランナーは2塁到達。さあそして打席には吉田が入っています。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあやはり先制することは、いい当たり、吉川アウト、ワンアウト。これは進塁打になりました。さあそしてバッターボックスには外が入ります。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですね。高め打ちました。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。期待送ってくるでしょうか。バントの構えを見せました。打った、左中間に強い打球、ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、2対0になりました。ジャイアンツ2点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。追加